いやもうあのとにかく、京様が言えば何も怖くないという、あの本当に安心しますもうさらばでおしまいだったんじゃないの、<laughs> でもやっぱり、ああ、舘さんに会いたいな、トル君に会いたいな、あちゃんと一緒にお芝居したいなって、舘、えー、さん、京平さん、佐野さんに会うと、あの時のポジションに戻ってしまうっていう感覚が、えー、マジって思いました。はい <music> 前回の作品、さらば危ないデカから7年、まあ、今回の作品の公開日である来年5月24日には8年が経つことになりますけれども、このタイミングで帰ってきた今のお気持ち、さんいかかがですかお気持ちですか、はいは帰ってきたなという気持ちです。 あの7年ぶり、まあ、公開日になりますと8年ぶりになりますけれども、そのあたりはいかがですかいやあの本当にこのメンバー、4人揃うと、僕はいつも最強だと思うんであのえ、今回も最強のメンバーにまた再び出会えて、本当に嬉しいなと思ってまたかと有志、その有志を見ると、何か思うものってありますか いや、もう、あの、とにかく、今日様が言えば、何も怖くないという、あの、本当に安心します。柴田さんはいかがですか、今、この。まあ、八年を経て、帰ってくるという部分はいかがですか。もう、さらばでおしまいだったんじゃないの、で、<laughs> 最初は。言いました。はい。でも、やっぱり。あたしさんに会いたいな、とル君に会いたいな。 あちゃんと一緒にお芝居したいなってやっぱりうん根っこでは思うんですよねあの本当にまさかこんなに一つの役を長くやるとは全く思ってなかったですからこの出会いはやっぱり僕にとってはとっても大きくてあの本当に嬉しいんですよねああ久しぶりにたしさんと一緒に芝居して <laughs> あっちゃんの 破壊力を見て徹君にバカにされつつ <laughs> いや本当にえまたやるのまたやるのと思いながらあっという間の37年でした、はい、あえて嬉しかったですとなりますともう7年8年というのはもうその時間を感じることなくというような感じだったんですかそうですね会った瞬間に もうよいドンの舘さんだし徹君だしあっちゃんだしそういうい感じですなるほど、まあ、そのあたり、浅野さん、中村さんにもお伺いしたいと思いますけれども、まあ、8年ぶりにアブデカが帰ってくるということで、まあ、久しぶりの再会かと思いますけれども浅野さんはこのアブデカ帰ってきた、いかがですか、お気持ちとしては。マジって思いました でうんまあ、やいつも思うんですけど、あのー、まあ、あのー、変わんないから、えー、と終わっても、まあ、また会える、うんだろう会わなくてもか、まあ、この人たちはみんな変わんないくらいいいやみたいな感じでずっと来てるからまあマジって思うのもあったけどだけどまあ やるのかなーでこれでまたあれなのかな8年後からなんかまたやるのかな <laughs> ねえ、はい、やんなっちゃうね <laughs> ですいやいやになることはないと思いますあの8年と言わずもっと頻繁にやっていただきたいやだ整形しなきゃなんなくなっちゃうからいやいやいやそんなことはないと思います <laughs> 中村さんいかがですかい僕は最初帰ってくるって聞いた時は 何回帰っっててくれば気が済むんだって思いました <laughs>、はい、でもやっぱりなんかその楽しみでしたしあとまあこれもなんか前も感じた感覚ですけどあのアブデカの歩き方じゃないですけど自転車の乗り方を忘れないようにいくらブランクがあってもなんか舘、えー、さん恭平さん佐野さんに会うとあの時のポジションに戻ってしまうっていう感覚がえー。 だから多分ブランクの間もずっとそこのポジションにいる町田徹は僕の中で生き続けているというか歩き続けていたんだなというような感じもありましたなるほどねあのつい3日前に撮影がクランクアップしたという話も聞いておりますがあのまず、也さん達さんあのアブデカの7年ぶりの現場というのはいかがでしたかはいあの 今回は本当にあのスタッフがえ今までのスタッフとえも,もちろん監督も違いますしカメラマンそれから照明さんも違いますしあのす録音もすごくあの映像が今っぽいというか新しい感じでえよかったえ。質問なんだっけ <laughs> <laughs> あのアブデカの現場は7年ぶりの現場はいかがでしたか,そう,かそうそうそうであの現場は現場は楽しかったかなあのまあでも今回監督スタッフが全員初めてアブデカを撮る若者ばかりでそれが言いたかったんです それでタしさんがふっと入っていくとタしさんじゃなくてダンディ会話だっていう目でスタッフが全員見てる感じがしたんですで僕のこともあなんかちょっとセクシーさんがやってきたっていう感じでだからもうあこのスタッフの答えにあ期待に絶対答えようっていう感じでスムーズにクランクインできて、えー、その姿勢は昨日あ先週取り終えたんですけども最後までみんな なんとなくこう年寄りをかばうというよりもちゃんとリスペクトしてくれてたスタッフでとても楽しかったしやりやすかったし、えー、感謝してますそんな感じでした田中さん今のお言葉を聞いていかがですか俺に振るなよいや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 , <laughs> いやあの、えー、柴田恭平さんのおっしゃる通りです <laughs>